ありがとうございます。ちょっと雨で一時あわやできないんじゃないかみたいな不安が一瞬よぎりましたが、ガッツある皆さんでよかったです。今からツアーをさせてもらえたらと思うんですけど、ちょっと森の入り口にちょっと鎮座してもらってるんですけど、これはエロキっていう木で、何本か枝分かれしてるんですけど、一個の木でちょっと樹木オタクの友達が来た時に、これ樹齢200年ぐらいしてるんじゃないですか。ここは粘土質と石がめちゃくちゃ多い場所で、こういう地形観察も結構パーマカルチャーとかガージョンデザインするのすごく大事。大きな木が須田神木でした。北の木、あの株元に行くとどんぐりが、犬びわっていう野生のイチジクの木です。高い木の中間ぐらいに収まる中高木っていう種類のタイプの木が森の下にすぐ入ってる感じです。から下にも行けなくなった最後に登場するのがこのクライマーですね。勝負の花。で、僕たちが8番目 の森の生き物として菌類あげてます。ぐわーってこの落ち葉の下とかにぐわーって広がってって、いろんな落ち葉とかを分解しながら、パーマカルチャーのモデルが結構見えるところで、里山の空間っていうものがあって、ゾーン4で、ゾーン3の果樹園があります。栗があって、梅があります。で、昔は燃料とか有機物のエネルギーとして使ってたような背景だったりとか、手をあまりかけなくてもいいような果樹園っていうものがあったりとか、生き物たちがどんどん衰退していくっていうプロセスに入ってしまうんですけど、それを食い止めてくれてるのがこのラジオで、彼らの構造がどういうふうにデザインされてるかっていうと、葉っぱが崖側に向けて瓦屋根みたいに上からこうかぶさって垂れてるような形になってます。ここで大雨がめちゃくちゃ降っても、裏白の屋根の瓦屋根に伝って全部水がこっちに落ちていくっていうシステムを作ってます。で、これで上から降ってくる雨の浸食は、で裏白の傘が地面をガードしています。で、裏白の茎がいっぱい下から生えてるんで、あとは下の浸食っていうのも裏白の茎が全部パチンコ玉の茎のように止めてって、緩やかに水を流していくっていうシステムのおかげでこの木は守られています。なので、下手に下草を邪魔だからっていうね、ガーって刈ってった時に、実はこの周りに与えるインパクトってどういうインパクトなんだろうみたいなところが見えるか見えないかで、フォレストガーデニングのアプローチってものすごく変わっていきます。だからパーマカルチャーとかやる前は、ちょっとまず観察しようみたいな、どんな植物がどんな振る舞いしてるんだろうみたいなのをよく理解してから始めていくっていうのをすごくこの場所は教えて、キャノピーがものすごく多いっていうところで、ここでフルーツの木とか野菜を育てるのはめちゃくちゃ難しいんですけど、ここは日陰があってかつ斜面で地下水が出るっていうところで、かなり湿った環境です。でもそこで生きていく植物っていうのが、生き物っていうのはさっき紹介したキノコの菌類。4つぐらいのレイヤーで構成されてます。で、1つはグランドカバーのイチゴ、
これは素焼きの壺を地面の中に埋め込んで水を入れるんですよ。で、素焼きの壺って多孔質なんで水がじわじわ抜けてくる。ってことはこの壺の周りだけ常に自動供給される水のシステムを作ることができて、で水が抜けてくと水が入ってくる。抜けた分入る。抜けた分入る。で、これで2週間水やらなくていいです。